私はここにも来たことがある。道案内はできる？無理だ、来たことがあるって思っただけだから。お出ましね、ジャック、やってやろう。あそこで光っているのは何だ？気配が変わった、体勢が下げられてる。なるほどね、天候を操作する装置が。ああ、森の様子も変わったみたい。雨に反応して伸びた？変な植物。ネオ、助けるわ。注意しろ、あれは自然現象が歪んで魔物化した存在。歪み？自然界に不自然な力が割り込み歪みが生じる。そして歪みから闇が生まれる。よく知ってるな。誰かの受け売りだけどね。ソフィアがやられた。なかなか手強いだ。滝の奥まで行けそうだな。よしよし。面白そうなやつだな。敵を呼び出すつもり。生じる予兆だ。こいつ敵を呼び出す気だ。黙らせてあげI'm
大丈夫みたいね。俺はまだやれるけどな。ねえ、キューブじゃない？調べなくていい？けど雷は克服したのか。なんだけど、アッチ、この言い方誤解を招くって。あれに当たるとかなり痛いから気嫌いでしょ。ソフィア、頼むぞ。そういえばさ、カオスに会えたらネオンは何でも言うこと聞くんだよな。そんなこと言ったっけ？言ったよ。言った。ジャックは覚えてる？ああ、今のところね。忘れろ忘れろ、早く忘れろ。あれはキューブ？休んでおこう。ジャック、落ちないように気をつけて。とりあえず、放送してみよう。カオスではない。あなたに。
ジャックとの約束かな。そうね、彼が導く世界に興味があったの。俺は創造者気取りのルフィンどもが気に食わなかった。言葉通りの意味だ。気に食わなかった、それだけだ。この世界を手の届かない遠くから好き放題に荒らしていたんだ。私たちはそれに気がついた。だからルフェインが制御できない存在になる必要があった。それでいい。それで世界が正しくあるのなら、混乱も混沌も望むところだ。正直俺にもわからないや。この世界が正しいわけではない。ルフェインが支配していた世界とあまり変わらないからな。そうね、カオスという恐怖で支配しているわけだし。でも虚無の世界から闇の世界に変わった。だから希望の光が生まれる余地ができたはず。このネズミの尻尾が勇気と力の証なのか。Ну, что на тебя здесь не нужно, а то кто-то здесь. И вы с нами.